どうも、おはようございます。あーい、ということでやっていきましょう。どうも、ラルございます。ということで、今回はですね、スマホ版にゃんこらえ、待って、ごめんなさい。ということで、今回はですね、スマホ版にゃんこらえ戦争。ほんまか。んでやっていこうかなと思います。で、今回ですね、やっていく内容に関してはもうここにね、映ってるんですけど、今回は、極猫祭の方をですね、回していこうかなと思います。で、現在ですね、もう12時20分なんですよね。もう極猫祭の方が開催終了してるんですけど、まあこの画面のままね、閉じてたんで、まだガチャの方が引けるということで、多分これで戻ってしまったら極猫祭の方はもうね、もう回せなくなるのかなと思いますんで、もう戻らずずっとこの画面のままですね、ちょっとガチャの方を行っていくんでよろしくお願いします。確かにゃんこのガチャに関してはそんな感じだったよね。じゃあもう早速、ガチャの方回していこうかなと思います。で、今回に関してはですね、まあ、レアチケットの方をね、消費してやっていこうかなと思います。なので、今回は単発14回ですね、回していこうかなと思います。そういえば、右上の残り時間もなくなってるんだね。じゃあもうささっと、回していこうかなと思います。じゃあ行きます。はい。で、とりあえず今回の狙いに関しては、まあ、黒だるか黒みたまかな。まあ、どっちかかな。まあ、それ以外に関してはね、もう持ってるんで、まあ、そちらがまあ、出るかわかんないけどね、うん、待てたらラッキーだなと思いながらも、やっていこうかなと思います。じゃあどんどん行きます。はい。で、多分、これが終わった後にですね、戻ればね、まあ、多分新たなイベントとか多分開催されてるのかなと思うんで、まあ、とりあえず残り時間はそちらの方ですね、やっていければなと思います。で、今なんだろう、違うガチャに多分切り替わってると思うんですけど、ちょっとこれ回しながらサブアカの方でちょっと確認してみましょうかね。はい。あー、なるほど。ネコルガやってるんだね。あー、ネコルガか、サブアカで普通にネコルガが欲しいんだよな。そう。ノーマルのね、普通のネコルガがね、持ってなかったんで、それ欲しいんで、まあ、どうしようかな。あー、びっくりした。トースターでございますね。どうだろう、超激レアはなんか1体ぐらい来てほしいところでございますけどもね。まああと残り10回回せるんで、まあ何かしら来てくれたらラッキーかなとは思うんだけども、どうでしょうかね。もうそろそろほんわかに関してもね、もうレアキャラに関してもね、もうプラスの方がね、もう80までね、まあ行ってるキャラクターもいるんで、どうだろう、今年中にはね、すべてのキャラクターいけるかな、いけたらいいなとは思うんですけどもね、まあ激レアに関してはまだまだ先かなとは思うんでね。あー、はい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 、なかなか出ませんけどもね。さあ、あと残り7回でございます。で、どうだったっけ、青春、あー、びっくりした。お、でも武道館はいいね。ありがたいですね。青春イベントに関してはまだやってるよね。次なんかまた新たなステージ出てくるから。まあ、来てるんであれば、そちらの方もやろうかなとは思うんですけどもね。そう、イベントガチャの方もね、早くやりたいのよ。もうそろそろやらないとね、だいぶ溜まってきたんでね。まあ、その辺もちょっと消化していきたい。待って、違うぞ。俺が狙ってるものはそういうんじゃないぞ。ちょっと待って、超激レアなんですよ。出てこないか、さすがに。もう何？もうそういうことなのかな。残り時間過ぎた上にガチャを回してるから出してくれない的な感じなのかな。そういうこと？ちゃんと時間内にやれってことなのかな。嘘、マジか。出ませんね、これは。じゃあ、あと残り2回でございます。はい。あとはどうだろう、プラチナのかけらに関してはどうだっけ、まだまだ溜まってないよね。あ、出ないね。まあそれも溜まり次第またやっていければなとは思うんですけどもね。はい、ということでなんだかんだであっという間でございます。これでラストでございます。じゃあ行っちゃいまーす。はい。さあどうだろう、最後の一回奇跡を起きてくださいませ。ですよ。なんでお前ばっかりできるんだよ。なんでだよ。どういうこと？はい、ということで、ガチャの方は終了でございます。で、内容に関してはこんな感じでございます。じゃあもうすべて使っちゃいましょうか。どうだろう、あまり出てくるかな。じゃあ行きまーす。はい。あー、なるほど。ボクサーの方が余りましたね。じゃあボクサーは NPK でございます。はい。さあ、じゃあとりあえず早速ですね、ちょっと戻っていきましょうか。さあ行きまーす。はい。イベントの方はどうでしょうかと。あ、スクラッチ4回目ね。なるほどね。あー、来た。来たぞ、これ。ときめきにゃんこ学園ボリューム4来ましたよ。じゃあ、とりあえず今回も、読んでいこうかなと思います。まあ、記入者に関してはもう変わらないんだね。もうずーっと猫なんだね。で、出席状況に関しては、なし。お、ちょっと待って。今回すごいよ。ついに、遅刻魔の猫が、
遅刻しなかったね。なるほどね、なるほどね。だからか、わかった。感想俺もう理解したぞ。先生、今まで本当にありがとうございましたにゃ。まあこういう日はね、まあさすがに遅刻したらまずいよね。はい、卒業おめでとうにゃ。まだまだ人生の途中、ここからが始まりや、っていうことで。なるほど、卒業式でございますね。で、右側の今週のときめき計画表に関しては、シーズン1学園生活、シーズン2ときめき文化祭、シーズン3修学旅行、伝説のラブレターを集め、あの子との親密度を上げる、そしてついに来ましたね、シーズン4卒業の日で、告白を成功させる。はい、目標でございます。もう鼻ついてるけどね、まあ、あの子と両思いになることっていうことで。なんか執念深いね。もうどんだけ好きなん。ここまで来たらもうすごいよね。めちゃくちゃ好きなんだろうね。頑張ってくださいっていう感じでございます。じゃあどうしようか。じゃあ卒業式やっちゃう。せっかくだからこれでございますね。シーズン4卒業の日でございます。じゃあちょっと詳細の方ですね、見ていこうかなと思います。はい、あ、全8ステージなんだね。だいぶあるな。あー、なるほど。ドロップ報酬に関してはにゃんこチケットを必ず獲得っていうことは、これもしかしたらさ、あれじゃないの、全てのステージにゃんこチケットかレアチケットもらえちゃうんじゃないの、これもしかしたら。これは嬉しいぞ。じゃあとりあえずもうささっとやっていきましょうか。まあ全8ステージなんで。あー、何、出撃制限あるぞこれは。何なんだこれは。うわ、また来た、ときめきにゃんこ学園キャラ。なるほどね。じゃあとりあえず編成、あー、もう組んである全然記憶なかったんだけど、まあ多分あれだよね、週末限定の時のままなのかなとは思うんですけどもね。じゃあこのまま編成でやっちゃいましょうか。よーし、じゃあもうこのまんまもうガンガンやっていきましょうか。じゃあまず一つ目でございます。告白スポットにて待つ、行きましょう。出陣。さあ、おー、待って、 BGM がまさかの、まさかの、ちょ、悲しくなるからやめてくんねえか。ちょっと待って待って待って、もう卒業式だね。まあ多分期間に関してはもうね、もう多分もうみんな卒業してる期間かなと思うんですけどもね。いやでもなんか懐かしいな。あーはは、じゃあこのまま、もうガンガンやってまいりましょうか。ちょ、 BGM が、はい、じゃあ次行きましょうか。上がり続ける心拍数。さあ、ということで、お次は二つ目のステージでございます。まあ、難易度に関してはそんな難く、あ、また来たよ、この風。この赤い風がめちゃくちゃクセモノだったんだよね。びっくりするぐらい強かったもん。あ、オッケー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 。全然まだ余裕そうでございます。あ、なるほど。にゃんこチケットの方が、もしかしたら、これ、どんどんもらえていくんじゃないですかね、これね。時間通りに来る彼女。さあ、ちゃんと来たんですね。いいですね。あ、来た、赤い風。天敵だよ、こいつ。なかなか強かったのよ。時間通りに来る彼女、ちゃんと遅刻してこなかったんで。まあ、それは猫か。はい。あ、オッケーオッケー。もう、この赤い風、ほんとや、マジで。めちゃくちゃ強かったんだけど、もうサブアカで一回負けたからね。これ多分動画上げてるか、まだ上げてないか分かりませんけれども、そんな感じでね、上げるのよろしくお願いします。あー、もうどんどんもらえるんで、よし、行きます。勇気と共に踏み出す一歩。待って、全部のステージこの BGM なんかな。もうずっとこのなんか、なんと思えない、おー来た、黒い風でございます。これなんと思えない気持ちでこのずっとステージを、これ俺は戦うのかな、これなんとも言えないな、これね。まあ、あと残り4ステージ残ってるんで、ちょっとね、もうガンガンやっていきますけどもね。早いな、しかし終わんのが。おー、レアチケットだ、ついに来たね。やったー、嬉しいね。さっきの消費しちゃった分ね、また取り返せるかな。まあ、無理か。背中を押す桜吹雪。さあ、おーっと、背景が、待って、卒業式とか全然関係ないんだけど、どういうこと、これ何、これ学校の地下的な感じだから、まあ、そんなことはないと思うけれどもね。あ、ちょっと強くなってきたぞ、この攻撃力ダウンがね。で、一応そう、彼女にゃんことこの黒板のやつ、猫黒板消しのコンボだったら、まあ、突破できるんだよね。このね、ライオンだけだと結構厳しいんだよね。そう、このね、この2種類だったら問題ないけど、この、あー、OKOKOK、もう残り、あと残り3つステージ残ってるんだから、まあ、こんなところでちょっと時間かけてる場合じゃないよ。まだまだ行くかんね。ここ全部レアチケットとかなんない？あ、まあまあまあ、そうですよね。はい。影から見守る友人たち。これずるいね。見守る友人いたらもうさ、これノーって言えないパターンだよね。これはずるいような気がしますけどもね。はい。じゃあとりあえずガンガンやってまいりましょうか。で、あと残りって、次でラス2だよね。いや、どうだろうね。結果、まあ、ハッピーエンドでね、終わってくれればまあいいんじゃないのかなと思うんですけどもね。さすがにごめんなさいとかやめてよ。前のね、一番最初の確かね、週末ステージ
に関してはごめんなさいだったんでね、もうあれほんとツボに入ったよ。もう面白すぎたんですけどもね。だからここまでね、まあ引き伸ばしたからにはね、まあいい結果が多分ね来るんじゃないのかなと僕は予想してるんでね、早く倒れろよこの風もうなかなか厄介な野郎なんだよな本当にね。もう次も控えてるんだからよし、 OK、 じゃあ次行きましょう。はい、風の音でかき消される告白。さあということで次でラストでございますね。で風の音でかき消される告白ってさ、どんだけ声がちっちゃかったのか、それとも風の音がでかかったのか分かりませんけれどもね、まあ、ちゃんと告白するときはね、まあ、大声でね、もう言った方がいいんじゃないのかなと思いますけれどもね。どうだろう、もう次の結果がすごい気になるんだけど、風が強くなってきましたね。さあこのコンビでいきますよ。もうプラスの方もマックスだからね、これで勝てなかったら逆に謎すぎるけれどもね。オッケー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 。どうだろうね、ニャンコンボの方もちょっと変えてみたら若干変わるっちゃ変わるのかなとは思うんですけども、ああでも大丈夫そうでございますね。よし、じゃあ次でラストでございます。多分ラストに関してもまたレアチケットの方が手に入るんじゃないのかなとは思うんだよね。これでニャンコチケットだったらまあ別にいいんだけど、まあそれはそれでね、まあ、せっかく最後のステージだからまあもらいたいものでございますけれどもね。はい、さあ、いや、ほんと、僕猫さんの時出なかったね。超激レアに関してはね。まあね、そんなもんかな。よし、オッケー。次でラストでございますよ。いっちゃいましょう。片思い卒業証書授与。え？どういうこと？え、ちょっと待って、片思い卒業ってことは、これ、オッケーってことなのかな？え、これでラストステージだよね。だよね、ちょっと待って。え、そういうことだよね、もしかしたらね。これはオッケー説じゃないのか。まさかのセリフじゃないんだね。いや、なんか、俺セリフを期待してたんだけどね。なるほど。まあ、片思い卒業ってことは、おめでとうございますっていう感じじゃないですかね。まあ、そういうことだと僕は思いたいんですけどもね。それとも何？もう片思い卒業してなんか、もっと違う道を進めて、まあ、そんな違うよね。まあ、いいや、とりあえずもうね、この風を倒してとりあえずね、もう終わりにしちゃいましょうか。さあレアチケットよ、もう1枚くださいまし。多分これはレアチケットだと思いたいところでございますけどもね。でどうしようか、まだサブアカの方でもやってないんで、どうしようかな。まあ動画出るかはやり分かりませんけれども、まあサブアカでもやろうかなと、思いますので、よろしくお願いします。 OK、 これで終了かな。さあということでレアチケットでございます。じゃあ合計2枚手に入るんだね、これでかいね。はい、さあということでこれで終了でございます。あ、本当にこれで終わりなんだね。はい、はい、ということで今回なんですけれども、まあ序盤の方で極猫祭の方ですね、ガチャの方を回しまして、まあ残り時間でシーズン4卒業の日のステージの方ですね、やりました。まあこのステージに関してはですね、まあ合計レアチケットの方がね、まあ2枚、手に入る結構美味しいステージなんで、ぜひですね、まあ挑戦してほしいなと思います。またね、何かありましたら随時ね動画でやっていきますので、また見ていただければなと思います。てことで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。